とむて、フィンランドでは、トントゥと呼ばれるは、北欧の民間伝承に登場する妖精である。小さな子供くらいの大きさで、赤い帽子をかぶり、農家の守護神とされている。優しい性格で農家に繁栄をもたらすが、一方で、気難しく、大事に扱われなければその家は捨て去ってしまう。また、いたずらをされた場合には仕返しをする。北欧圏では、 クリスマスにはトムテに会を備える習慣がある。キリスト教家された後は、トムテは悪魔と同一視されていたが、後にアメリカのクリスマスの影響を受け、スウェーデン版のサンタクロース、ユールトムテとみなされるようになった。ユールトムテは、トナカイやヤギのひくそりでやってきて、子供たちにプレゼントを配る。干し草を盗んで家を逃げ出すトムテトムテは垂れ下がった、灰色の顎ひげを生やし、 指は4本である。また、耳は尖っており、暗闇では、目から光を放つとも考えられている。背丈は小さな子供くらいで、灰色か濃紺のボロボロの服をまとい、鮮やかな赤の帽子を見せ火からかすようにかぶっている。トムテは、もともとは、スカンディナビアの民間伝承から生まれたものである。農家の食料貯蔵庫や納屋を住みにしており、 農夫やその家族が幸福に暮らせるようにしている。農家や農場との絆は強く、人々が眠りについている夜、密かに自分の仕事をする。トムテの仕事は農場の家畜、とりわけ馬の世話である。トムテは非常に働き者であるのだが、干渉されることを嫌う。清潔で古い農家にはトムテが住んでいると言われる。トムテの本来の意味は、 農場の男で、農場の敷地や農家を意味するトムトに由来している。見た目は小さいが力強く、何でも仕事をこなすことができる。古代のトムテはもっと小さく繊細で、そのため気性が激しかったとされるが、性格は優しく温厚で、農夫には大変ありがたい存在である。しかし、トムテがいるのが当たり前だと思ってはならない。いつも機嫌をとって、 大事に扱わないと厄介なことになる。もしトムテを怒らせると、多くの干し草を盗んでその農家を出て行ったり、仕返しに人間の耳を殴ったりする。家畜を大事に扱わない農夫も、トムテの怒りを買い、青あざができるまで殴られる。なかなか気難しい性格でもあり、ご褒美を与えないと仕事をしなくなる。トムテが怒るとどういう行動に出るかは、一部の 子供向けの本でも紹介されている。トムテを騙されやすい人間だと思っていたずらをすると、この妖精の全く違う面を見ることになる。ユールの粥をもらう、トムテクリスマスイブには、トムテも、家族同様に、ご馳走を食べられるよう、テーブルの上には食物を残しておく習慣がある。それを忘れると不幸が訪れるという、ご馳走に預かることができたトムテは、 その家や農場に繁栄をもたらし、逆に預かれなかったトムテは、林家から食べ物を盗むという伝説もある。現代は、トムテは子供たちにプレゼントを贈るが、キリスト教家される前のトムテは、プレゼントをあげるのではなくもらう方だった。トムテの仕事への見返りとして、ユールに報酬として、バターを落とした一案のユールグロットを与えられ、納屋にこの粥を置いたり、 戸口の上り段や古街に出しておいた。ユールにカユを食べられなかったトムテは、その農家や家族を見捨て、いたずらをした。例えば物を壊したり、家畜を悩ませたりといった具合にである。また、トムテに与えられたカユを盗み食いする者はいなかった。子供たちにプレゼントを渡すユールトムテスウェーデンでは、サンタクロースはユールトムテとして知られている。もともと、 サンタクロースのモデルは聖ニコラウスであり、北欧の森に住むトムテとは何だ関わりがなかった。しかし、スウェーデンがキリスト教家された後、土着の伝統とキリスト教会の教えを合体させるようになり、もともと異教徒の当時の祭りであったユールがクリスマスとなっていったのである。スウェーデンのユールは12月13日のセールチア祭の日から始まり、独自性に富んでいる。 ユールのディナーの後の記念撮影には、家族の誰かが紛争したトムテも収まっている。キリスト教家後、トムテは悪魔とみなされ、闇の世界の神々と交信し合うと考えられた。14世紀のセービルギッタは、トムテ神を崇めることに対し、警告さえ言った。農地に、トムテがいることは魔術を行っているのと同等と、みなされた。もし農夫が富を得た場合は、 夜の間にトムテが他の農夫から物を盗んでその農夫を豊かにしているのだと考えられたのである。藁で作られたヤギ20世紀に入るとかつてとは違った形でトムテは名声を取り戻した。アメリカ文化の影響、特に商業主義的なクリスマスの文化の影響を受けてスウェーデンにおけるサンタクロースのイメージを与えられユールトムテと呼ばれるようになったのである。またトムテは 夜の間に子供たちにプレゼントを配るが、こっそり配るのではなく、直に子供たちに渡す。トムテの移動手段はサンタクロースが乗っているようなソリで、トナカエが引いているとも、ヤギの引くソリで子供たちにプレゼントを配るともされる。キリスト教家以前は、トールが2頭のヤギが引く馬車に乗って、空を横切ってくると信じられていた。馬車に繋がれたオスのヤギは、 聖者ニコラスによって征服された魔王の象徴で、子供たちに贈り物をする主人に同行する定めとなっている。今はこのヤギも藁で作られ、親しみのあるユールのシンボルとなっている。優しくていたずら好きなトムテは、時代によっては悪魔とみなされたが、現在では最も愛されるユールの妖精となっている。時の流れとともに、多くの神話の神々や妖精は、 独自性や存在することの意味を失ったが、その存在を忘れられなかった者もいた。トムテは、そのような神々や、妖精の一人なのである。庭という意味もある。セルマラー・ゲルレーブの、ニルスの不思議な旅では、主人公の少年ニルスが、トムテにいたずらをし、金貨を多くねだったため罰として自分が、トムテにされてしまう。また、ノルウェーには、ニッセがいる。トムテのノルウェー版で、 一人ぼっちでいたずら好きな家の中に住む妖精で作物の出来と農場の繁栄を左右する。ちなみにこのニッセという言葉はスカンディナビア諸国でニコラスを意味するニルスに由来している。本来キリスト教家語はクリスマスとなるが北欧では今もクリスマスをユールと呼ぶためここでは一部を除きユールで統一する。ありがとうございます。